まだ始まったばかり4周目、トップゼッケン11号岡田が逃げています。1位と2位の差が少し開きました。その後方激しい4台の2位争いがコースを展開されています。現在2番手にはゼッケン7の伊藤、さあバックストレッチから伊藤が第2位、そして5バーと3位、その後ろに青木拓磨が第4位にポジションを上げました。青木拓磨の後方羽賀健介が第5位、5位6位の間隔は少し空いています。さあ激しい2位争い、試験員の飛び込み合戦、ゼッケン3のゴーバートが第2位を奪う、その後ろ伊藤、そして青木拓磨が狙っています。トップはゼッケン11位岡田、1位と2位の間隔が空きました。すでにバックマーカーが登場しています。激しいのは2位争い、4台の戦いが展開されています。1コーナーを立ち上がりました。そして S に入ってくるゴーバートの後ろはピタリと青木がマークした。青木が狙っています。スーッと位に寄せていくが、ここはゴーバートが抑えました。アンダーパスを抜けた2位争い、 110R からまもなくヘアピン、ブレーキングでスーッとその差を詰めてくる青木。2番手はゴーバートが抑えている。さあそしてその後方6位争いも熾烈になってきた。ゼッケン45、コーリン・エドワーズ、その後ろからゼッケン9、スコット・ラッセル、この2人もなかなか激しい戦いを展開しています。バックストレッチ、快調に逃げます岡田。さあそして2位争いは青木が第2位に浮上。青木、そして5バーと伊藤、羽賀、バックストレッチでは青木拓磨が2番手を奪います。さあそして試験の飛び込み、インを抑えた5バーとかインから行くが、さあどうだ、2位争いは外側から5位に青木を抑えた。青木が2位を守ります。おっと藤原だ、藤原がオーバーラン、スタート遅れていた藤原です。激しい上位陣のつばぜり合いでありますが、2位争いからは青木拓磨が若干リードを取りました。さあそしてヘアピン、3位争い、羽賀健介が伊藤の前に出る。羽賀健介がこれで4位にポジションを上げました。トップは岡田、第2位青木、そして3位争いは5バーと羽賀、伊藤、トップの岡田、2位の青木、その候補激しい3位争いが展開されています。その3位争いからゼッケンさんのゴーバートが若干抜きに出て、前の青木を追いかける体勢に入ってくる。第2位の青木、その後方ゴーバートが迫りまして、再び2位争いが展開されようとしています。岡田、青木、ゴーバート、その後ろから伊藤、伊藤の後ろちょっと遅れ出したのが羽賀、羽賀が少しずつ遅れています。さてこれは泉が転倒です。泉転倒、再スタートできるでしょうか。ゼッケン19、森脇レーシングの泉、なんとか再スタートを切ってピットへ戻ってくれば締めたものでありますが、ようやく泉再スタートを切りました。泉再スタートを切っております。おっと白煙が出ている、これはオイルが出ているかもしれない。さあ現在トップはゼッケン11号岡田、快調に逃げています。独走態勢、1位と2位の差は大きく開きました。さあそしてその後方、現在第2位はゼッケン4番の青木拓磨、さらに3番手5バート、その5バートの後ろから伊藤、さらに伊藤の後ろにはコーリン・エドワーズが上がってきました。羽賀健介がポジションを下げています。さあそろそろスタートから50分が経過をしておりまして、最初のライダーチェンジが迫ってまいります。おっと先ほど再スタートをようやく切った泉がピットにたどり着いてまいります。かなりマシンにダメージがあるようです。タオルが外されます。オイルがかなり出てしまいました。さあ予定通り上位陣がピットイン。最初のライダーチェンジは、まあ、第二ライダーとしてはね、1回目の走行なんで、まあ気も引き締まってますしね、あと、まあ、かなり慎重にね、行かなあかんとか、よし、いいポジションで渡してくれたらね、頑張らなあかんとか、そういう、まあ、いろんな気持ちがね、自分の中でこう、試行錯誤するっていうんですか、まあ、そういう気持ちになる時ですね。ゼッケン4番は、青木拓磨からカール・フォガティへ、そしてゼッケン7番は、伊藤慎一から、辻本聡へ、ライダーチェンジを行っています。ガスチャージ、そしてフロントリアのタイヤ交換を終えました。まずは、ゼッケン4番のカール・フォガティがピットを離れます。そして続いて辻本もピットを離れました。さあ25周を終わったところでトップの岡田ピットイン、ガスチャージ。
そしてフロントリアのタイヤをこの後交換します。岡田からアーロンスライトへ変わります。国家8台3連勝中アーロンスライト、さあピットを離れます。さらにゼッケン3番のアンソニー・ゴバートもピットイン。おっと、こちらはゼッケン17本間転倒です。本間が転倒しています。さてこちらはゼッケン7辻本だ。辻本転倒、2位争いの辻本、変わったばかり試験員転倒です。再スタートを切れるのか辻本、マシンを起こそうとしている。おっとトップだ、スライト転倒、2コーナーです。トップのスライトが転倒している。辻本に続いてスライトも転倒、上位が相次いで脱落をしていきます。スライト今ゆっくりと再スタートを切りました。しかし大きなタイムロス、辻本も今ようやく再スタートを切りました。果たして一周回ってピットに戻ってこれるのか。まずはスライトがピットイン。この時も、まあ、最初、まあ、自分のペースでね行こうと、まあ、かなり慎重には走ってたんですけども、まあ、試験の進入で、まあ、2周目なんですけどもね、あのフロントから、スリップダウンしてしまって、まあ、本当に僕8時間耐久の決勝で転ぶのが本当に初めてだったんですけども、まあ、なんか自分自身に、まあ、とにかく無性に腹が立ちましたね。かなり激しいマシンダメージがあります。カウルを付け替えます。さあ果たしてどの段階で戦列に復帰できるのか。その間にトップはゼッケン4番、先ほど青木拓磨から変わりましたカール・フォガティが奪っています。1位と2位の間隔は8秒ほど。そのカール・フォガティを追いかけているのがゼッケン45、エドワーズから変わったばかりの羽賀紀之であります。さらに2位と3位の差、こちらは14秒ほど空きました。第2位ゼッケン45、羽賀紀之、トップのフォガティを少しずつ追い上げようとしています。バックストレッチ、非常にアグレッシブに攻めています。そして現在3番手はゼッケン3番、先ほどゴバートから変わったクラファーです。クラファーもなかなかアグレッシブにコースを攻めています。3、4位の間隔も少し空きました。さあようやく修理を終えましたゼッケン7番辻本、それに続くようにゼッケン11アーロンスライトもピットを離れます。しかしトップからはかなり周回離されてしまいます。4位争いゼッケン41ミゲール・デュハメル、その後ろピタリとつきましたゼッケン9テリー・ライマーです。この2台激しく4位争いを展開しています。アンダーパスを通過、 110R からまもなくヘアピン、バックマーカーが前にいます。ゼッケン41ルカワ・トールから変わったデュハメル、そしてゼッケン9ラッセルから変わったライマー、200R から 250R、 そしてスプーンカーブ、熾烈な4位争いが展開されていきます。さあ果たしてデュハメルかそれともライマーか、ピタリとついてスプーンカーブを立ち上がります。 900m のバックストレッチへ、さあ試験の入り口、ライマーが前に出る、ライマー第4位に浮上、デュハメルをついに抜き去りました。さあトップゼッケン4カール・フォガティ、そのフォガティの後方に少しずつ接近を見せてまいります。第2位羽賀紀之、フォガティがスプーンカーブを立ち上がってバックストレッチへ向かいます。その後方ひた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 とその差を縮めている羽賀、着実に1位と2位の差は縮まってまいります。完全に射程に捉えました。 110R からヘアピン、ブレーキングを遅らせてその差をぐっと接近させる。さあ立ち上がりました、完全に射程に捉えました。トップはフォガティ、それを追っている羽賀、ピタリとついた 250R から間もなくスプーンカーブへ向かっていきます。